客を組み立てていけばいくほど、うん、やっぱり大魔神をじゃあ現代に蘇らせれるかってなると、うんうん、まあ大体6メートルぐらいの大きさですから、そうですね、ビルに埋没するわけですよねじゃあ巨大にすればいいかっていうと、うん、人間との向き合いが、うん、もう縮尺ですね。そうですね、確かに時代劇にというふうなことを変えて現代にしようというところ、いろいろこう模索する中でやっぱりそれで戻るんですよ、はい、なるほど、やっぱり時代劇だなっていう、はいはい、そうすると、うん、どうしてもやっぱりじゃあ、 あの大魔神が目からビームが出せるとか、うんうん、あのものすごいスピーディーに動くとかっていうキャラにはできないで、ね、できないですね。そうなってくるとどんどん旧作から飛べていけない、うん、飛べないというかですね、はいはいはい、あの旧作はやっぱり大英京都のやっぱ素晴らしいスタッフが作り上げた、うんうん、もう本当に芸術的な作品なので、はい、あれに勝負できるかってなってくるんですね、うん、やっぱりちゃんと作ろうとすると、うん、やっぱり6メートル尺の縮尺のセットを作らなきゃいけないので、あのゴジラとかガメラを作ってる縮尺のセットよりはお金かかるんですよ。はい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 、はい、でちゃんとこう壊れなきゃいけないし、うん、なると当時の予算で10億以上かかる、うん、じゃあ10億かけて、うん、じゃあリクープできるかっていうのをやっぱり突き詰めていくと、うん、はい、どう考えても子供は怖がってこない、うんうん、女性は見ない、はい、おじさんたち忙しくて映画に来てくれないえ、マーケットがあるのか、はい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 、ってなるわけですよね、うんうん、で当時制作チームだった、うん、あの佐藤さん、あとあの鈴木さんに僕はいや大魔神じゃなくてガメラがいいんじゃないのっていう話をして、うん、で当時ゴジラがもう大ヒット中なわけですよ、はいはい、年に一作はキングギド VS、うん、で VS シリーズがものすごくもう、あ、大森監督のやつあたりですね、はい、その辺はもう毎年になって、はいはい、これが一番僕が魅力を感じたのは、うん、映画だけの収入ではなくて、うん、マーチャンダイジングの収入が入ってくるんですよ、うん、なるほど、まあ、いろんなこう商品、はい、おもちゃとか、はい、グッズのファンシーグッズとか、うん、映画はもしも厳しくても、うん、そこのサブ収入が、うん、見込めるので、うん、ガメラがいいんじゃないのっていう話をちょっとしたんです、ね、はい、あれさんがもうそこでぶつけたんですね、まあ、ぶつけたと思います、ね、でやっぱり大魔神プロジェクトからガメラプロジェクトに切り替わっていくんですけど、うんうんうん、でその頃